これがいきなり7回になります。0対0からノーアウト1塁3塁、大山レフト前のタイムリー。さらに前川ライト線を破るタイムリーツーベース。ピッチャーは斉藤に代わっています。そして佐藤輝明、昨日に続くタイムリー。これで4対0となりました。7回は大山、前川、佐藤輝明3者連続タイムリーで4得点。8回、今度はノーアウト1塁2塁から、森下、あとちょっとでスタンドインでしたが、フェンスダイレクトのタイムリーツーベース。これで5対0。前川この打席も2点タイムリーツーベース、7対0。締めは佐藤輝明、今シーズン初めての犠牲フライ。これで8対0となりました。村上頌樹がプロ2度目の、そして甲子園では初めてとなる完封勝利に挑んだ9回のマウンドでしたが、ドラゴンズにも意地があります。福永のタイムリーヒットで完封負け、そしてこれを阻止しました。最後は2人目富田が締めて、タイガース8対1で勝ちました。4試合ぶりの勝利。村上頌樹は4月30日以来という今シーズンの久しぶりの3勝目。12試合ぶりの2桁安打。5月16日以来という1試合8得点以上。そして岡田彰布監督にとっては節目の通算700勝という素晴らしい一日になりました。